ポスト安倍について麻生太郎副総理。みっともないのがいるじゃない、がネットで話題。内容はこちら。ポスト安倍について麻生太郎副総理が、みっともないのがいるじゃない、と語ったようです。では、麻生太郎副総理の発言を見てみましょう。ポスト安倍の条件について麻生氏。大前提として、党を出たり入ったりしていないこと。自民党もいい時ばかりではないのだから、そういう時は耐えなくちゃならないのに、みっともないのがいるじゃない。すぐいい方へ行きたがる人。この人たちは、全く筋が通っていないと思います。私の眼中にはありませんな。さすが麻生さん。スカッとしました。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。自民党にすら忠誠心ないのに、日本国に忠誠誓うとは思えないわ。その通りです。すべてにおいて信用第一ですからね。次はこちら。党が苦しい時に見捨てて去った渡り鳥は、信用できんわな。日本国、日本国民に対しても同じことするよ。苦しい時に踏ん張ってこそ信用できる人間です。苦しくなったら出て行き、持ち直したら戻ってくる。そんな人が総理になったら、日本は終わるでしょう。次はこちら。みっともない幹事長わらわらわら。自由民主党、新政党、新進党、自由党、保守党、保守新党、自由民主党、二階グループ、二階派。確かにこれはひどい。最後はこちら。石破はない。マスコミが持ち上げてるけどよ。石破クククククどうすんのこれはら。石破お前だぞ。言っちゃった。結論。今もマスコミに持ち上げられながらも、後ろから撃ち続ける石破茂氏。そんな人がポスト安倍なわけがありません。マスコミが推す人物イコール怪しい人物。なんかそんなイメージが当たり前になりましたね。まあその方がわかりやすいから、続けていただいて構いませんが。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。